はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、限定外伝ガチャですね。こちらがやってきましたので、早速引いてみようと思います。ピックアップが今日は、ヘレネの状態ですね。だからヘレネが出たらおしまいっていう感じにしていこうと思います。ガチャの詳細見ても、期間限定ですね、 1%。 他エミリアもツアーリオペラもね、 0.0714 と他の、と同じですね。他のみなしご、と同じですね。先進の方がやや高いのかなっていう感じですね。まあ、1% か。でも 1%、ちょっときついですね。きつい。まあいいでしょう。今日はヘレナが出てくれることを願いながら行きましょう。では行きます。優勝ガチャ、行きましょう。さあ、どうだ。おっと、いきなりミッドウェイがやってきて、どうだ。これは厳しい。さあ、天才、素晴らしい成果でした。残念。さあ、行きましょう。限定アイテム、限定外伝ね、メダルとアイテムガチャチケットが手に入りました。では行きましょう。続いてもう行きます。どうだ。おっと、ミッドウェイやってきて、プルプル震えて、これは期待持てる。さあ、確定、確定です。虹確定。そしてこれだけ金が多ければ昇格もある天才、お願いします。素晴らしい成果でした。私の仕事は意志なき戦争の景品。ありがとうございます。ありがとうございます。その、こんな私ですけれど、改めてよろしくお願いします、園長さん。はい、よろしくお願いします、園長さん。いやー、よかったです。ありがとうございました。よかったはい、ではですね、今日のね、動画は、今回の動画は終わろうと思います。また明日ですね、引いていこうと思います。ちょっと厳しいところがね、ありますけども。いやー、よかった。それか、まとめるかもしれないですね、動画として。さあ、どうなんでしょう。気分的にどうなのかなっていうところですけども。まあ、なかなかと言ってもしょうがないんで。はい、2日目になりました。今日はエミリアちゃんですね、ピックアップになってますので、エミリアちゃん行ってみましょう。さあ、引けるか。さあ、どうだ。ミッドウェイやってこず、これは厳しい、厳しいですね。素晴らしいことにもならなかった。さあ、行きましょう。こっちじゃないや。ということは、無料ガチャ、無料ガチャですね。あと8回天井までは行きたくない。では行きましょう。引けるのは8回、その間に来てちょうだい。ミッドやってきて、やってきただけ、確定で欲しかった。さあ、どうだ。昇格もなし、ミッドやってきたのに昇格なし。さあ、続いていきましょう。ミッドウェイ来ない、ミッドウェイ来ない、来ないと、もう期待薄ですね。金が2つ、
金が2つ。さあどうだ。残念。残念残念。さあ行きましょう。どんどん。50連目ですね。都合50連目。何の反応もない厳しい戦いとなってもらいました。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果じゃなく天才が来てほしかった。天才が来てほしかった。さあ60連目ドンと。もう早すぎた。プルプル確定しました。さあどうだ。さあどうだ。確定です。確定です。これ昇格確定ですね。昇格が確定で、都合何体何体。さあ天才。天才その天才にお任せあれ。素晴らしい、ね、天才は1体でした。そしてすり抜けですね。ピックアップすり抜けです。まあうん、でも良かったです。当たって良かった。さあ都合60連目ですかね。さあ行きましょう。ドン。さあさあ、ああミッドウェイやってきたけど震えてない。おっと、やってきた。これで昇格はあり得るのか。昇格もしてください。すり抜け。石壁はもうカンストしてる。さあ行きましょう。泣けてきたぞ。どうだ。ミッドウェイやってくる。当たったことには良かったのですが、が、辛い辛いですね。さあ行きましょう。引けるのあと2回か。ドンと。ミッドへやってきて。これは辛い戦いとなってきました。辛い戦いですね。さあ行きましょう。ドンと。ミッドへ来てちょうだい。確定。あかーん。天才お願いします。天才もならず厳しい戦いでした。ダイヤが血離石がつきました。残念無念です。はい、補充してきました。いきましょう。では優勝ガチャですね。いきましょう。さあどうだ。ミッドへやってきて。優勝だからやってきて。願いも悲しく言っております。さあ昇格もなし。闇ガチャですね。さあ行きましょう。続いてもドンと。ミッドへ来ないっすね。あ、これは寂しい。これは寂しい。今のは寂しかったな。演出としても寂しかった。さあこれで天井です。天井行きましょう。天井ガチャ行きます。ミトへやってきて。プルプル震えた。震えた。さあさあこれで確定です。昇格は確定。行きましょう。お任せあれ。素晴らしい成果ですね。一つ。そしてすり抜ける。さあ行きましょう。最後ですかね。行きましょう。ミッドウェイやってきただけ。これは辛いとこ戦いでした。辛い戦いですね。さあもう行っちゃいましょう。こうちょっと待ってくださいね。はい、
血の涙を流してやってまいりました。行きましょう。ではですね、大丈夫かこれ。あーやっぱりやってしまった。さあどうだ。素晴らしい効果ですね。私の仕事は犯行の旗に描かれること。はい、ありがとうございますエミリアちゃん来ました。演出スキップという最低なやり方でエミリアちゃん降臨です。まあいいでしょう。外交外務管理局難民捜査室長のエミリアノックスだよ。補給の合間に将軍様をたっぷり誘惑しちゃうぞ。誘惑してください。テンション低いな。はい、アイテムガチャチケットが10枚ですね。ということで、結局は都合天井と一つですね。はい、では交換所行きましょう。ヘレネちゃんいただきました。お迎えしました。エミリアちゃんもお迎えしました。ツーリオオペラちゃんいらっしゃい。私の仕事は勇気と忠誠を失わないことです。はい、無事お迎えすることができましたいやーなんかね、天井は覚悟してたんですけど、なんか天井の向かい方がですね、向かい方にちょっと涙ポロポロという感じでした。はい、最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。